はい、ひろみです。ポケットモンスターソウルシルバーライバル実況の番外編やっていきたいと思います。今回は城と四天王じゃないや、ジムリーダーの松葉さん4人目ですね、ゴーストタイプスカイに挑んでいきたいと思います。あ、どうだっけな、割と苦戦、ジムリーダー戦の時は割と苦戦したような気するんですけど、お、フワライド新王のポケモンですね。ゴースト飛行なので10万ボルトが抜群で通ります。どうなる、どうだ、よっしゃ、一撃や。まあさすがにね、イカズチプレートも出してるんで、さすがにワンパンですかね。ヨノワールか。ヨノワール。まあ、応えるかな。うちのパーティー結構、なんだっけ、ゴーストが弱点のポケモン多いんですよね。こう、ヨノワールも新王で初登場のポケモンで、宝炎の、サマヨールの進化形態です。しっぺ返しは、何技だっけ、相手から攻撃を食らってると、なんか威力が上がるだっけ、あ、状態異常だったっけな。とりあえずなんかそういう追加効果があった気がします。ゲンガー、エースかな。まあでも、毒タイプがついてるので、まあエスパーでいけるかな。レベル的にも、どうなんだろう。エースなんかな。まあ、素早さは勝ってるんで、最近ね、一発ですね。これなんか初代感ありますよね。よっしゃ。ヤミラミですか。どうしようかな。お題でいこうか。ヤミラミはね、ゴースト、悪タイプ、宝炎で登場したポケモンで、ルビーサファイアですね。この第4世当時は、弱点がないポケモンですね。おお、猫魂ですか。これ、先制技で、絶対にひるみます。ただし、戦闘に出した1ターン目でしか使いません。瓦割り。おお、格闘技覚えてんのか。なんだか回復使ってきそうですけど。ああ、やっぱりか。まあ、滝の森はね、相手をひるませる追加効果がランダムであるんですけど、不意打ち。不意打ちはこちらが攻撃したときに、必ず先制で出せる技で、こちらがね、変化技を出すと不発に終わります。ゲンガー2体持ってんのか。もう一回、フーディンで沈めてもらいましょう。あ、レベル一緒？じゃあ、ゲンガーはエースじゃないのかな？一応、ジムリーダー戦の時は、多分ゲンガーがエースだったと思うんですけど、ムーマージ。あ、ムーマージがエースなんかな？オーダイル。いや、でもレベル的には、なんだっけ、ゲンガーだよな。まあ、ムーマージは、ムーマの進化系ですね。闇の石進化です。よし、勝ちました。はい、ということで、松葉戦、これで終わりとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。